精神いきます。中世の海と人々との関わりについて述べた文として誤っているものを選びなさい。中世の海と人々ね、アジアやヨーロッパ諸国との交易が新しい製品や技術をもたらした交流かね。2、戦争が新しい道具技術の開発を促した交流かね。3番、大量の物資を遠隔地に運搬輸送するための方式や技術が改良された交流かね。4番、倭寇っていうのは海賊です。日本の海賊です。パイレーツオブジャパニーズのことですね。海賊が国家の保護を得てておかしいっすよね。なんで4番が正解です。終わり。力さん年代順ね、毛利輝元、毛利なんじゃ、なんか戦国時代っぽくないですか。正元ってのが出てくるけどね、東大寺を再建した、この人鎌倉時代に出てくるんですよ。平の忠盛はなんか平の清盛のお父さんとかかなっていう風に見ますよね。平安の末期ですよ、ね、となると 3,2,1,6 が正解ですねって話ですね。終わりです。行きましょう。4ですね。馬がいますね。馬がいますんで、これ馬が荷物ですけど、馬が荷物乗せてますね。馬借ってやつ、運送業者、馬借は馬のせいに荷物を乗せて陸路を往来し、なんか問題なさそうだねと回ってそうだね。時には特性ってわかります？何かっていうと、俺たちの借金帳消しにしろってやつですね。あの桃鉄をやってる人ならば特性霊カードっていうのがあるじゃないですか。あるある。あれ借金なくなるじゃないですか。あれですよ、特性霊って。わかりました。桃鉄便利ですね。 X は丸ですね。運送業者は近江国の大津や坂本などの水利交通の要衝を活用して、これも丸なんですね。これちょっと知識ないと解けないかな。1が正解です。15番出ました。資料読み取り問題です。16世紀の朝鮮王朝内での当時の日本と朝鮮との貿易について述べられた一節がある。この資料を踏まえて当時の貿易に関して述べた後の文 A から D について正しいものの組み合わせを選べって話ですね。資料を読む前に選択肢を見ちゃった方がいいので、選択肢見ましょう。銀は日本の輸入品で、その多くは朝鮮からもたらされて流通量が大幅に増加した。綿布は日本の輸入品で、その多くは朝鮮からもたらされて衣類などの材料として普及した。どっちだと思います？石見銀山とかあるじゃん、日本。あー、あるある。ってことは日本でそんな銀取れないと思わないじゃん。なるほどね。日本って結構銀取れるんですね。だから A×です。次は読み取り問題です。某参考書ですね。まだ某参考書ここに出ますから、ね、ちょっと読みましょう。日本国史天ってなってるでしょ。で、この人名天みたいになってると、これは主語になるんですよね。日本国史はって訳すよ。これもどっかの参考書で見たような知識ですね。通信をもって名をなし、多くの書物をもたらし、飲料8万に至る。もう読む前に、やっぱ選択肢から読んだ方がいいですね。朝鮮は現在の貿易をそのまま続け、未来に大きな利益をもたらすと主張している。プラスですね。で、朝鮮は現在の貿易をそのまま続ければ、未来に大きな弊害を及ぼすと主張している。プラスかマイナスかどっちかって話ですよ。その無用のものに変え、利は彼に生きし、我その兵を浮く。甚だ深かったり。わかりました、これで、ね。これプラスだかマイナスだかわかりました。なんとなくマイナス。なんとなくマイナス。その兵を浮くって書いてあるでしょ。甚だ深かったりって書いてあるのマイナスですよ。なんでですよね。なんで丸4が正解です。終わりです。次は、和人の立て主をとする盾の後で、越前焼きととかありますね。この盾ってのが来てるとですね、東南十二盾とかその辺がすごい有名なんですが、盾って来たらですね、大体この青森とか北海道の南端ですね、この A のところです。ワインはわかるはずだよ。鉄ハウヤ、夜足、刀剣、兜の方が。元軍だからね。刀剣乱舞。刀剣乱舞ですね、流行ってますよね。元がやっていくんだから左側だ。そうですよね。ってことは C ですよね。 A、C なので丸1ですね。というか以上で第3問終わりです。